みんなたくさんの人の前で今日本語で法王から神に感謝っていうのを言って、僕としてはですね、僕たちは斉藤先生に昔から音楽習って、このバッハの「シャコンヌ」を斉藤先生からいろいろ教わって、もしかするとバッハの「シャコンヌ」とはっていうのは変奏曲がいっぱい並んでる曲を一人のバイオリンが弾くはずだったのを、オーケストラ、これだけのオーケストラにしたんですけども、弾いてるうちにですね、少しもしかすると少し我々のお祈りが入ってるかもしれないという思ってるんですが、聞いてみてください。
Thank you.